丸くん、レノ丸くん、夏休みだからね、ちょっとね、遠征してきたんだよ。あ、ジェロさん、静岡に行ってきたんだね。お、すごい楽しそうでね、よかったね。皆さんこんにちは、レノファジローの偉いようこそ。さあ、レノファは青い IAI スタジアム日本平で清水エスパルスさんと戦いました。そして私も静岡県まで行ってきました。イエーイ。青い清水、一番楽しみにしていました。台風の接近を気にしながらも行ってみることにしました。試合会場で嬉しい出来事もあり、忘れられない旅になりました。今回ちょっと動画が長くなりそうなので、初めて2部構成とさせていただきます。試合当日の朝の出発の様子からハーフタイムまでを前編、そしてその後後編とさせていただきます。エスパルスさんの体験チケットを買って、パルちゃんとの撮影会などにも参加しましたので、その様子もご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。おはようございます。こんな時間にオレンジの服を着ていると目立ちますね。このまま静岡に乗り込みます。そして新幹線に乗り換えるんですが、熱心なサポーターの方をお見かけしました。当時が見えてきました。ここは京都、私も大学時代を過ごしました。エロマル君も遠征嬉しいじゃろ。ワクワクするね。静岡は楽しみだね。どんなところなんだろう。サポーターみんなで頑張って応援しようね。新静岡のセノバにやってきました。となると私のお目当ては、そうです、爽やかさんのハンバーグ一度食べてみたいと思ってちょっと来てみました。え、足すんだ。弁当が結構すごい食べれるな。ただこのお店とても人気店で、開店と同時に並んだんですが、整理券の番号が44番目。結構全国から食べに来られるようですね。東京に近い御殿場の店なんかはすごい人気店だというふうに聞きます。待ち時間がテーマパークの人気アトラクションのようです。すごいなこれ。そして静岡の駅に戻ると、サポーターの方がシャトルバスの乗り方を教えてくださいました。どうもありがとうございます。
というわけでアイスタンに向かっています。結構な坂です。途中で近くの店や家の方がエスパルスの旗を掲げていらっしゃったのがすごかったです。国民の祝日の国旗のようでした。今シーズン一番楽しみにしていたアウェイですので、もう本当に、ね、興奮してきました。おお。おお、すごい。あれちゃんが出てきた。じゃあ、よろしくお願いします。おお、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手柔らかに。そして今回体験チケットを買いました。ビジターサポーターも OK ということですので、舞台裏を見学させていただきます。スタッフさんの説明の前に清水のサポーターの方も内容を教えてくれました。ありがとうございます。これが選手が実際に座るベンチですね。ふかふかしてました。そしてエスパルスとアウェーチームで席を分けて写真撮影をしてくれます。こういう細かい気配りがありがたいです。そしてダゾーンのインタビューゾーンが体験できます。いやー、これは選手とか監督になった気分ですね。アディショナルタイムに決勝ゴールを決めたような晴れやかな顔をしております。そしてコパルちゃんと写真撮影なんかもできたりします。ただこのコパルちゃんホームページには書いてないんですよね。家族でいいんでしょうか。そしてこちらアイスタさんもサッカー専用スタジアムですので、選手との距離が近く、サッカーがとても見やすい環境にありました。そして最後です。記者会見室に案内していただきました。これは監督気分が味わえます。写真はすべてエスパルスのスタッフさんが撮影してくださいますので、一人参加でも大丈夫です。アウェーサポーターでも参加 OK ってなんか嬉しいですね。天気がいいと富士山も見えるようなんですが、この日は雲がかかっていて残念でした。本日の予想スコアです。1対1とさせてください。権田選手から1点をもぎ取ってほしい。ホームでは 0-6 で負けているので、その悔しさをちょっとでも晴らしてほしいです。
さんの UPR さんからお菓子の差し入れをいただきました。前半終わりました。関選手を中心によく守りきれてはいます。しかしサンタナ選手を止めても乾選手がいる。さらに中山選手もいる。恐ろしい攻撃陣、少ないチャンスをものにして食らいついていってほしいものです。
せっかくなんでちびまる子ちゃん振ります。後編へ続く。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。